はい、皆さんこんにちは。自然菜園ライフスタイルチャンネルの向井です。はい、今回は無農薬最新ガジェット歯車 VS チェーン除草機、はい、この2つをですね、良いところをちょっとピックアップして、どちらがおすすめかという話をしたいと思います。無農薬で田んぼをやろうとすると、まあ、一番のねやっぱり課題といいますか難しいのは除草なんですけれども、どうしてもね草が出てきてしまいます。まあ、それを最初の段階でどうやって抑え込むかっていうところが重要なんですけど、まあ、そこでねとっても重要なのがこういった除草機になります。去年まではこちらの歯車除草機だけでやっていたんですが、今年からねこのチェーン除草機というのを導入しまして、両方でやってみましたので、それぞれのちょっと良いところをお話したいと思います。はい、まずはこちらのチェーン除草機、まあ手作りなんですけどね、はい、今年から使いました。こちらのまず一番目圧倒的に良いところは、まず早く除草ができるというところですね。動画でもね、まあ、こんな感じでやってるんですけど、自分の後ろにつけてダーッと歩いていくだけですので、まあ、圧倒的に早いと、広い田んぼの人はきっとねすごくいいんじゃないかなというふうに思います。2番目としては稲の株間もできるということですね。歯車除草機だとどうしてもこの乗馬といって列のね合間しかできないんですけど、こちらだと稲ごとこう倒していくので、稲と稲の株の間もできると、ところがもうこれはね歯車にはないメリットですね。はい、そして3番目はこれは良いところでもあり難しいところでもあるんですが、当然稲ごとこう一回倒していくということになります。稲も倒れちゃうんですね。だけど、まあ、大体1日から遅くと3日経つとちゃんと起き上がってくるんですね。で起きてくるときにそのエチレンという、まあ、成分を出すんですかね、稲踏みという感じなんですかね、よりやっぱり鍛えられて強く勢いよく起き上がってくるということができます。そして4番目のメリットとしては自分で作ることができると、はい、こちらね作り方の動画もまたお届けしたいと思っておりますが、これ普通に軽トラ用のチェーンを買ってきて作っています。もしねチェーンなんか余ってる人がいたら、もう本当に限りなく無料で作れますんで、そういったところも良いところかなというふうに思います。はい、そして5番目、これ結構大きいんですけど、自分の後ろにつけて引っ張るので自分の足跡を、まあ、ある程度消すことができるんですね。歯車は自分の足がどうしても後ろからついていきますのでついちゃうんですけど、まあ、これだとね後ろから引っ張るという形になるので、ある程度自分のね足跡が消してデコボコになりづらいというところがメリットです。はい、ということで、ね、結構いいことがいっぱいあるこのチェーン除草機なんですが、まあ、デメリットじゃないんですけど、やっぱり扱いは難しいですね。力加減とかこうチェーン除草の微妙なこうやり方の違いによってちゃんと取れたり取れなかったりするところはちょっとあるかなと思います。あの僕もね1年目なんでちょっと慣れてないからかもしれませんが、チェーン除草機をやるタイミングの難しさとかそのやり方の難しさっていうところはちょっと感じました。はい、そして、次はこちらの田車除草機です。でこちらね私は譲っていただいたんですが、まあ、新品で購入すると2万円台ですかね。この田車除草機の良いところは何といっても確実に除草ができるというところかなと思っています。チェーン除草機はねやっぱりある程度ちょっと技といいますか慣れてこないと除草が難しかったりとか、それからタイミングですね、そのいかに小さい最初の段階で全部取ってしまうかというところなので、その難しさがありました。田車除草機は、まあ、ここでねゴシゴシとやるということで、誰でもある程度確実に多少大きくなった草でも取れるというところが最大のメリットかなと思います。難しいところとしては株と株の間はこれはね入れませんので、そこの除草ができないということかなというふうに思います。はい、ということでこの2つを比べてみました。さあどちらが良い除草機でしょうか。私の個人的にはね実は田車が好きですね。もう完全に好みの話なんですけど、これでね、まあのんびりと田んぼの中を、まあ、半日ぐらいかけて除草していくというのはなかなかいい時間かなというふうに思っています。まあ、やっててちょっと楽しいみたいなところもありますね。それとね、まあ、これは私の理由なんですけども、まあ、どうしても週末しかちょっと田んぼに来れないので1週間に1回手を入れることしかできないんですね。まあ、そうするとねちょっとこのチェーン除草機だと1週間単位だと草が大きくなっちゃう時があります。本当はこれ多分田植えからもう2日とか3日とかで1回目やった方がいいんですが、その時はね私はまだ東京にいますので1週間単位の草を処理するとなると歯車の方が確実かなというふうにも思います。またこっちのちょっとね扱いの難しさみたいなところもまだありましたので、週末農家さんとか初心者にも確実にできる歯車、私はこちらが今はおすすめですが、まあ、何といってもこれ、まあ、自分で作ろうと思ったら作れるのでぜひ作っていただいて、まあ、両方持っていると、最初だけはこっちでやってチェーン除草機でやって、その後ねある程度ちょっと大きくなってきたら、こちらの田車を併用するというのが多分一番効率が良いのかなというふうに思いました。はい、ということでね今日は無農薬田んぼならではの2台除草機、はい、こちらの比較をしてみました。ぜひ皆さんも無農薬田んぼ始めてみてください。それではご視聴ありがとうございました。